はい、こんばんは、せいせいでーす。ピクミン4ということで、チュートリアルはね、ちょっと音量の設定とかそういうのでね、やっちゃいましたということで。さあ、こっからがチュートリアル終わって、最初の最初、行くぜ。まあでもこれもチュートリアルだな、正直。移動で。チュートリアルのチュートリアルだけ終わったって感じ。お、ワンワン。こいつ何やったっけ？任天堂のチャンネルで見たな。チャッピー、チャッピーみたいな。違うな。なんか可愛い名前だった気がする。意外とちっちゃい。おっちん。おっちんちん。レスキュー隊、救助犬。出身性、鍵屋性。主人に忠実な新米救助犬。代々隊長の家に仕えている宇宙犬の子孫。初ミッションとしてオリマーの捜索に同行。そうそう、オリマーっていうのがね、ワンの主人公が、なんかいなくなったので、私が助けに行きますというね。レスキュー隊の救助犬、オッチンと合流した6人の隊員は一体どこにいるんだろう。6人探すんやん。オッチン。おう。なんだこれは。植木鉢的なのが倒れてます。お、おるやん。もう一人目か。要救助者発見。はい。よじ登っていけ、上を。あ、呼ぶ。はい。ん？ちょっと待って、意外と難しいんですよ、これ。はい、んで？指示する。あ、頭いいってか強っ。パワー強っ。すごいんですけど。やるやん。はい。で、ほいほい。ウォッチン強えな。ログ？あ、ログはいいや。あれ、ウォッチン？ニューパー。やった、僕の救難信号が届いたんだ。君がオッチンと協力して僕を助けてくれたんですね。あれ？オッチンが隊長以外の言うこと聞くなんてちょっとびっくりです。あ、そうなの。申し遅れました。僕はコーリー、レスキュー隊オペレーターです。コーリー、レスキュー隊オペレーター。隊員らの情報伝達が主な担当業務だが、宇宙船の整備など雑用もこなしている。宇宙人っぽい見た目やな。ミッション、レスキュー隊を救助せよ。オペレーターと合流した。お、コリード合流した。あと5人。あれ、ドシャで生き残りだし、お腹減るし、体力温存のため寝ていたところです。本当かよ、それ。言い訳じゃねえな。話には聞いてましたが、君は新人隊員の聖聖さんですね。改めて救援に来てくれたことを感謝します。君に緊急手術の信号を送ったのは僕なんですよ。僕たちレスキュー隊の状況ですが、この星へ降りた時、宇宙船が操縦不能になってしまって、はい、大変でしたね。でも終わらそう、話を。長い。この辺りで何時も野宿で過ごしてますから、隊員は6人なんですが、脱出した時、血入れ汁になってしまって、遭難したオリマさんを探しに来た僕たちまで遭難しちゃったわけです。ミイラ取りがミイラになるみたいな。いやはや情けない。僕たちの女子でセパード号ですが、あっちに不時着しているのは調査済みです。全部犬の名前なんか。僕一人でたどり着けなかったんですが、君も来てくれたことだし、宇宙船に戻れるかも。道筋から他の隊員にも会えるといいんですけど。あ、そうだ、これは出さないと。なんだこれ、タブレット。情報共有する際使います。左側にある上ボタンでミッションリストを開いて、はい。スイッチ風の見た目だったかな。ほうほうほう、ミッション。便利なアプリがあるんですけど、落ち着いてからインストールします。でミッションリストを開いて、マイナスをしたらショートカットで割り当てもできますと。これはなんだ？合流しました。戻っていいですか？あ、なんかあるな。ID カード情報。とりあえずいいかな。シェパード号に行きましょう。よし。この辺何もないか。ピクミンまだおらん。こっちになんか突撃みたいになったよな。いけ！おら！よし。お、シェパード号。あれがシェパード号です。目の前にあるのに、ここからはどうしても行けそうになくて。
あ、でもこの辺り捜索中、一つ気になった場所があったんです。もう少し行った先なんですが。迂回すりゃ行けるだけの話では。そこ登れませんよ。僕も試しましたから。おお、これなんか結構メッセージいろいろあるかもな。この橋の植物はすごく巨大なんです。お前らが小さいだけ。安全確認。お。なんだなんだ。穴があります。どうにかあっち側に行けば。シェパード号目の前なんですが。みんなにとってこっちだろ。手前の段差は越えれないんですよね。土の隙間から何か。指示するでも全部やってくれるやん、おっち。頭良すぎるな。これと救助源。穴掘りはお手のものですね。ハムハムハム。前足なくね、こいつ。もうちょっとだ。なんだこれ。さすが我が隊自慢の救助犬です。おや、これってさっきの穴と同じものじゃないですか。お手柄です、おっちん。マリオの土管的な。つながってますという。見える？ひょっとしたらここの穴とあそこの穴は中でつながっているのかも。結構深そうですが、入ってみる価値ありそうですね。入りましょう。そのケース、それでは入りましょう。ちょっと怖いですけど。なんやろな、水道の管みたいな。水道っぽいけどな。入る。やばいな。ジャンプ力あるんや、小さいくせに。始まりの抜け道1回。ヒント。役立つヒントやアドバイスをここで、あ、読めんかった。おう、ブス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 。死んだろ、もうこれで。おや、おっちん？この反応、もしかして、はぐれた隊員がここにいるかも。メインミッション、シェパード号に向かう。あ、そろそろピクミン出てほしいな。チュートリアルが結構長いな。坂これ登れんか。あ、いけるんや。あ、こっちもあるぜ。こっち何もないか。行き止まりみたいですね。このエノキだけは無視していきましょう。ヌポ？ヌポ？他も当たってみましょうか。お、やばい、敵おると。張り付いている。セミだ。ワンワン。あ、あんなところに隊長が。隊長なん、あれ。情けね。あの方が我々レスキュー隊の隊長です。隊長はですね、大体宇宙レスキュー隊を営む。ちょっと早い早い、紹介は後でいいから早く何とかしてくれ。早かったな、今。これ突進で倒すしかないな。原生生物に囲まれている。指示するで言ってくれる。おお、ワンパンワンパン。やっぱりさ、前足ないよな。どういう生き物なの。あた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 。ふう、これで一旦安心か。隊長、原生生物やっつけましたよ。そこから降りれますか。猫が高いとこ登ったら降り切らんみたいな。捕まりっぱなしで腕がしびれているのだ。ちょっと待って、今から降りる。ドスンと降りて大丈夫でしょ。さっき俺らさ、だいぶ高いとこから落ちて大丈夫だったっけ。はいはい、隊長。大丈夫かっこいい。シェパード。あ、お前シェパードって名前。シェパード、シェパード号のシェパード。それはこっちのセリフですよ。無事何よりですけど。いや、新人研修以来だな。隊長シェパードだ。おう。先生、おっちゃん操って、あの生き物？おっちゃん、私の言うことしか聞かないはずなんだ。新人研修、早速役に立ったようだな。研修中には、君にはドッグトレーナーとして見込みがあると思っていたのだ。はいはい。鍵痩せ、お、星が違う。代々宇宙レスキュー隊営む家系の99代目。幼少期に山で遭難、救助犬に助けられた過去も、その影響か、レスキュー犬保存会の会員でもある。隊長と合流した。サブミッション的なのやりたいな。隊長シェパードと合流しました。隊長がいればなんとかなるかもしれません。少し希望が見えてきた気がします。ところで隊長、どうしてここに？地上で怪しげな穴を発見したら覗き込んだら落ちてしまったのだ。出口はないかと暗い洞窟を探っていたらぬるっとした生き物に遭遇して。
ちょっと待ってください。それってシェパード号の近くにあった穴では。僕たちその穴を目指してこの洞窟に入ってきたんです。そういうことならこんなところに長い無用だ。みんなでシェパード号に戻るっしょ。アイコピー。アイコピーじゃん。あれ先生さん、何それって顔してますね。アイコピーは了解って意味です。本当どこで使われるんそれ。了解って意味です。それでは一緒に行ってみましょうか。アイコピー。了解しました。あっちにしたかった。素晴らしい返事だ。これからの任務はレスキューテンパイブル、レスキュー心得で覚えていってくれ。アイコピー。おお、アプリが入った。歴代隊長が残した心得である先人の知恵と思いが必ずや力となってくれるだろう。現隊長エルマシェパード。ほうほう、え、ポジフがあれか、プラスの必要に応じてタブレットに共有するのレスキュー活動を生かしてほしい。オッチンは君に懐いているのだから、君たちとバディとして認めよう。救助犬を扱うトレーナー室の能力を見せてもらうぞ。お、これ突進で壊したやつだ。この状況君ならどうする。すやすや、こっち登れよな。突進行け。最強だオッチン。うん、この辺りに見覚えは、お、何にもなかったな。これ落ちるだけやし。ピクミンまだ出てこいんや。あそこだ、私はあの穴から落ちたのだ。どうやってやんだこれ。あの高いところから落ちよく無事でしたね。それよりあそこまで出て登ればいいんでしょう。確かにな。喋る、調べる。光の下に何かありますね。うわなんこれ。オッチンで突進すれば衝撃で物を壊したり揺らすことができる。はいはい。すやすやよ。初めて目にするものを触るときはもっと慎重にだな。怒られたんかい。まあまあ、おかげで脱出できましたよ。旗立てる。ここをキャンプ地とする。隊長、レスキューフラッグを立てました。洞窟での救助活動を報告します。遭難中要救助者1名救助、他に遭難者いませんでした。何を偉そうなこと言うよ。この洞窟は調査完了する。今回の件で人を助ける厳しさや難しさを君たちの肌で感じることができた。おお、先生、あっちに初めての救助活動ながらよくやった。救助されたのは隊長なんですけどね。あ、そういうことか。ところでこう、利子悪くみたい、大きくなったが、むしろ逆ですよ。遭難してから何も食べてないんですから。それもそうだな。さあ、我らシェパード号目の前だ。おお、立派なロケットです。あ、ピクミン新宿で、なんかあれ右の方にピクミンのカスがあるぞ。なんかいっぱいあるぞ。これはあれで取るやつかな。まだ咲いてない。シェパード号から煙が。至急船内の様子見てきます。大丈夫かな。状況報告します。船内探索したところエンジンがオーバーヒートしていて、宇宙船は爆発寸前のところでした。なんだと、大丈夫なのか。はい、緊急停止したのでもう大丈夫です。エンジンの破損もありません。ただこのトラブルのせいで船のエネルギータンクが空っぽでして、なんてことだ。折り回しを捜索するところがこの星から出ることもできないではないか。まだ全員見つかってねえしな。いや、ちょっと待ってください。キャプテンオリマーの公開日誌に何かヒントがあった。あった、これを見てもらっていいですか。キャプテンオリマー、お宝。この星で見かけるキラキラした物体を調べてみたところ、キラキラエネルギーが含まれていることが分かった。お宝発見と喜びたいところだが、今私が求めているのはこれじゃない。なくしたドルフィン号のパーツなのだ。お、カプチ。つまり西から言えることは、この星のキラキラしたものからキラキラエネルギーを取り出せるってことです。それでシェパード号を再起動できればまさにお宝と言えますよ。信じがたい話だが、今の我々にはそれを信じて突き進むしかないな。よし、早速キラキラしたものを探す新たなミッションだ。アイコピー、うわ出た、ダサい。
エネルギー確保せよ。ほうほう。ではお宝回収するにあたってビーグル号を使いましょう。お？ドローン的な。カプチ？ビーグル号を呼ぶのにどこかいい場所は？ん？あれはなんだろう。そう、こっちよ。あ、違うな。ピクミンのなんか死骸じゃなかった。宝石みたいな。あ、光った。これは目印になりそうですよ。なんかよくわかりませんが、拠点としてちょうどいいじゃないか。ここを使うとしよう。ビーグル号配置完了しました。よし、これで準備整ったかな。さあ、お宝を探そう。え、これは何？キラキラしてるものあるかな。これじゃない、これ違う。キラキラしているもの、もうなんかあるぞ。フォーク、これはまさか、きっとお宝だ。あのキラキラ間違いない。確か高いエネルギー反応があればタブレットで確認できた。ゼーゼーさん、十字キープラスを押してレーダーマップを開いてみてください。おう、キラキラエネルギー確認。中央の三角が星がお宝です。これからは近くにお宝があればレーダーマップで確認できますよ。こっちを向く。はい、チョスパラチュレーニャ、やったな。これは採石はいいぞ。あ、でもどうやって運べばいいのだ。うん、ウォッチンでさ、行けるんだよ。まあまあ全自動だな。地面を掘り終えた。おお、お前3人分のあれか。区民3人分。これであれか、回収してくれるもんな。これがお宝か。こんな大きいものを回収できるのか。回収時に物体を小さくする光を当てるので問題ありません。すげえ技術力。早速ビーグル号で調べてみます。本当にエネルギーを含んでいればいいのですが。しかも転送したしな、すごいな。50ポイント。エネルギー検出。250集めればシェパード号再起動できるかもしれません。シェパード号は廃屋専用なんだが大丈夫か。旅行口は悪くなるから、悪くなるかもですが、キラキラエネルギーだけでも動くと思います。ただそのためにはもうちょっと量が必要ですね。それなら他にもお宝がないかあたりを探してみるとしよう。はいはい。フォーク、あと2つあるのかな。これはスーツケース。なんだこれ。お、ゲームボーイアドバンス SP じゃないか。ふう、あやくべちゃんこになるとこだった。 DS の前にこんな折りたたみの携帯型のゲーム機があったな、なんてびくともしない。え、どうすんの。さすがにオッチンだけじゃ運べなさそうだ。これ、これはなんだ。なんだこれは。お宝でしょうか。指示する。とりあえず指示するしとけば OK。 これがピクミンよ。いいぞ、オッチン。なんかあそこにもあるな、金の玉みたいな。そのまま運んでくれ。おお、そっち行く。動いたぞ。お宝じゃないのか。何でしょう、植物のようにも見えますけど、もしかしてこれがキャプテンオリマーの交換日誌に書いてあったオニオンっていうものでは。なるほど、これはオニオンっていうのか。それじゃあ、あの目は抜く。ほら、かわいくねー。赤ピクミンは？Oh, what?
もうもしかしてこれがピクミン？オリマさんの公開日誌によると友好的な生き物らしいですが。だとしたらお宝探索に協力してもらえるのでもらえるかもしれんな。うわピクミンと仲良くしてくださいね。ところで隊長、いつまでそうしてるつもりですか？ビビッチョンク。よし、おいで。これでこうでしょ。で、あ、自動で持ってってくれる。これはオッチ無理な。1から2個出てきた。10匹いるやんってやな。お、また目が生えたぞ。さっきの赤いのはペレットというもので、オニオンに与えるとピグミンが増やせるそうです。なんとも不思議な生態だな。確かに確かに。こうやってピグミンが増えるんですね。これを抜け出すの？マッホー、これやっぱいい。10匹まで増やさねば。金玉どこにあったっけ？あれか。これさ、何人いるんやろ。これちなみにオッチに投げてみると、あー坂が登れませんか。でも5人いるな、ピクミンも。ちょっと待ってよ、回収してくるわ。ふいふい、目覚めよ、目覚めなさい。ずいぶん増えたな。そろそろ10人になったかな。ほんで、ほいほい。ほい。これで、ほいほい。これなん、ベルか。なんか、自転車のベルか、これ。なんかと思った。んで、まだあるな。ここの2つを。よいせ。よいせ。これで全部か？まだあるな。回収でこれももらって、こちらが増えて、そろそろいいんじゃないの。何匹今？お11。あ、もっとよるやん。ふいふい、12。これでいけますわ。いけー。こっちも行く。いっぱいやればさ、早くなりますみたいな。頑張れー。これやったらクリアかな、ここ。うんしょ、うんしょ、うんしょ。囲いまして、やった。先生とオッチン、素晴らしいコンビネーションだ。アイコピー、その調子です。先生さん、アイコピーの使い方間違ってますけど、ピグインとやらも従順で救助犬のような働きをするようだな。あとはお宝からエネルギーを抽出するだけですね。頼むぞ、コリー、ボーダーコリー。これ全部犬の名前かな。シェパードでしょ？そんだけか。セーブ中。お宝からエネルギーを抽出してシェパード号に流し込んでいます。あー、ゲームボーイが。あー、チャリンコのベルが。あー、フォークが。キラキラキラーン。おお、もういける。シェパード号が動き出した。300。お宝から抽出したキラキラエネルギーのおかげでなんとかシェパード号を再起動できました。ヘロヘロ、やった。ヘロヘロ、動いたぞ。飛び出すにはまだエネルギーが足りませんが、レーダーによる隊員の捜索ができそうです。よし、これいい。早速みんなを探してくれ。なんやろな、犬の名前で言うと、ヨークシャーとかおるかな。
てんてんてん。ああ、急な信号がいくつかあります。おそらくはぐれた隊員とキャプテンオーリマーのものと思われます。一刻も早くみんなを救助してやらねばな。犬犬。芝犬。芝犬。救助した人二人。キラキラエネルギー。姫の矛。オーバーアラート。進歩の原石。あれ、勝手に名前が付けられてますね。こんなこともあること、ビーグル号の AI に何でも命名してくれる機能をつけておいたんだ。有名な鑑定家が監修してるらしいぞ。どうだ、すごいだろう。隊長って新しいもの好きなんだよな。謎やな。謎 AI が来たな。シェパード号から煙が出た時はどうなるかと思っていたが、なんとか復旧できてよかったです。野宿はもうゴリゴリですよ。久々にまともな食事ができました。食料の備蓄は豊富にあるが、氷少し食べ過ぎじゃないか。それ以上大きくなったら顔がヘルメットに収まらなくなってしまうぞ。そんなわけないでしょ。先生とオチも明日からの捜索に備えてしっかり食べておいてくれ。それから寝る前にミッションリストを見返しておくように。なんか新しいの出るかな。メインミッションはまあどうでもいいもんな。